玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字生徒部中学1年のですね、11月検定課題を書きながら説明いたします。はい、すいません、ちょっと喉がですね、かすれてるんですが、9月のですね、下旬からちょっと喉を痛めまして、まだですね、完治していないものですから、ちょっとお聞き苦しいところがですね、あるかと思いますが、ご容赦いただきたいというふうに思います。はい、今回の課題は行書の4文字ですね、行書運筆、こちらをですね、学んでいきます。行書ですので、天格のですね、間の気持ちのつながりをですね、意識して書いていきます。また筆のね、この竹冠ね、この竹冠、天格の連続にですね、注意して書いていきます。またですね、書、運、筆、筆ですね、それぞれの横画のですね、間の感覚や方向にですね、注意して書いていきます。そして行の行人弁ですね、行人弁は1画目、ここで筆を一度止めてから次の画に進んでいきますね。筆の動き、そして方向にね、注意して書いていきます。はい、赤手本課ではですね、裏面に赤手本の書き方というのがあります。こちらにはですね、どういったところに注意して書いたらいいかが書かれていますので、そちらをですね、最初に読んでから書くようにしてください。はい、それではですね、早速書きながら説明します。はい、行ですね、1画目。はい、少し横に来るような感じで止めて、そこから次の角に向かって、で、ここは縦気味に払っていきます。次の角に向かってこう、はい、4画目はこの1画目のですね、止まったこの右上に行ったところから、はい、ちょっと太め、右上がり、画角の中で取って払って、次5画目はこの右上がりのあったところ、はい、そして画角の中を取って真ん中からちょっと丸についてますね、内側に入ってから、そして跳ねていきます。はい、初1画目ちょっと右に下がってますが、他2画目以降は右上がりです。はい、左下に、そして右上がりになるか、角の中を取って、3画目、4画目、私筆は3画目を左、5画目、ちょっと太め、ここから次は6画目縦です。そしてこう7画目内側に、はい、右上がり、ここも内側に寄せていきます。左右対称なような感じ、はい、そしてこう、はい、方向と横画の間のね、感覚気をつけてください。はい、運、1画目、画の中を通って、次の角に向かって、
とここ嗅覚ね。ここですね。はい、10画目、神明。天の位置、11画目の脂質の位置を注意します。天の位置はここ。はい、1、2、3、11画目。右上がり。そしてここ。下に置く。はい、ここ。このね、車の転接のところに止めてから右に軽く止めます。そして筆、竹冠は天角が連続します。7画目行こう。ちょっとこれ横に行く感じなんですよね。内側に、そして書と一緒ですか。右上がりに長く、で間隔狭く、で最後はい、このようにして書いていきます。はい、点画の連続、そして間隔、はい、気をつけていきます。全体的にね、気持ちのつながりを意識して書くようにしてください。はい、今日は以上です。